これからも仲良くね、ずっと仲良く。かまみさんが瞬間の時に車が故障してるのを見つけて修理してそのまま家まで乗せてって噂があるんですけど、そこは本当なんですか？あるよ、うん、そんなことってあり得る？一回だけじゃないよ。え、車がどっかで落っこったりしてんの、はい、ジャグなんか来る前にみんなで持ち上げてあげちゃうよ、はい、みんなでっていうことはバイクが走ってる時に、うん、助けちゃう、バイクの車を止めてえ、それで修理までしてあげちゃうとか。いや、修理したこともあるけど、はい、部品がないときはダメだ、大体、はい、それで助けられた人はこうどんな反応ですか？え、怖いみたいな感じじゃないですか？ありがとうございます。うまいね。もっと自分が困ってっから。そうですよね。死んでからスペンサーに入ってたんだよ。なんか、ケイドさん直してやった人をみんな何百台かで送ってったっていうの。ああ、ね。うん、何百台だもんねえけど。すごすぎますよね。あと、俺は車やりやってる時にはよ、はい、現金で車買いに来たよ。その直してやった。あの時ありがとうございますけどね。他にもこうスペクターのこう逸話をいろいろ聞いていきたいんですけど、こう全国にスペクターがこう広がっていく中で、やっぱりこう加賀美さんが承認してチームやっていいよっていう、そういう承認をしてきたっていうことなんですか？うん、とりあえず言うだけで俺はうまいそうだよね。入りたいって言ったらね、来週も山梨でやっぱりスペクターのバーベキューあるけど、名古屋からも来るよ。わー、すごい、さすが全国区。山梨なんであんな多いんだろう、スペクターね。多いですよね。あの、やっぱり石川のさんの同級生がいて、うん、山梨多いです、うん、これピーピーピーにしてね。山梨はですね、当たったのは何回も山梨が多いもんね。そうだよな、山梨多いよ。あ、そうなんですね、お花見ですごく集まってるあのこう写真をこう拝見するんですけど、あれはもう毎年毎年開催してたんですか？まあ、そうそう、すごい人数ですよね。あれは、今もうシートを引けないんだよね。あ、だからあんだけ来て、はい、黙ってるやつばっかじゃねえからさ、はい、もめちゃったのまた弱いからさ、はい、だからもうやめようって言って違うとこはあるんだけど、はい、やめようって。あ、違うと声でしたっけ？そうそうそう、まあ、よくまたあれを復活するっていうのはないんですか？いや、平気になったらやると思うよ。あ、そうなんですね。関谷さん見たらやってる動画出てる。あ、そういうの呼んでお祭りみたいに、で、あのでっかい鉄板もあるしな、ガレも、はい、最後みんなぐちゃぐちゃになって、はい、あちこちで喧嘩してるお酒で、あちこちでおーなんて巻き込まれないに帰ろうなんて。それ岩崎さんとかもそこに参加してたんですか？そう、呼んでくれて。あ、そうなんですね。鉄板呼んでもらって、はい、テンプラで何人かで行ったりして、はい、あの公園全部借り切りですもんね、ほとんどね、うんうん、あれは許可取ってんですか？ちゃんと許可取んない。前の日、場所取りに行ってさ、ね、そうなんですか？100人ぐらい行ってたから。すごいもんね、あの手塚本の、うん、エンペラーとさ、スペクターだとさ、その全盛期、うん、どっちが多い？スペクターの方が多いんじゃないですか、人数。あ、すごいですね、うん、多い、うん、エンペラーはほら、もう目立ってたからさ、うん、人数多く見えたけど、実際だとな、うん、マキシム2000人ぐらいだったか、そのぐらいか、まあ、そん一番だ、ね、そのぐらいぐらいいたなっていう。それでも2000もいたの？うん、普通にもう、もっと最初の頃1万人ぐらいいいんじゃねえかって言ったら、それは嘘だよな、絶対できない。1万人なんていないよ、見たこともないし。スペクターもだったよ、その時はもう。俺もスペクターはね、目の当たりに見てるからね、うん、大スーッと見る。もう、我が町、築地を席巻してたからね、ブォーッ。うん、圭三君がその CRS の時さ、ルート頭、岡部ちゃんやってる人。うんうん、岡部ね、うん、甲州板金の中央のとこ。そうそうそう、あ、そうなんだ。この間、その後輩の人が来て、うん、うん、まだ生きてるよ。そうそう、うん、おーえって、もう70人ね、うん、
俺この間知ったんですけど、シアベースあるじゃないですか、うん、このルートもあっちの、大田区の方のルートは CRS じゃないんですってね、競争連盟なんですってね。あ、そうなの。これでは、そのエビゲン見て、これは話してくださいって来た人がいたの、うん、たら、じゃあみんな CRS なの。いや、違うんです。ゴーストとかするんだ。そうそうそう、ゴーストもう一個なんかありましたよね、ルート20、ゴースト、うん、そうそう、うん、そうそう、調布じゃなくてね、うん、調布じゃなくて。あ、そうなんだと、俺みんなあの CRS だと思ったって言ったら、違うんですよって、競争連盟ですよ。こっちガイドじゃないルートですよ。そうだよ、うん、川崎とか向こうの方だもんな。あれ、どっちかな、こっちですね。あれ、じゃあ俺、あの関東連合の発会式のさ、あの時にさ、帰りにルートとぶつかったの、あれはルートなんなんだろう。大悟っていう人いたじゃないですか。うん、大悟。それとぶつかったんですよ。うん、はい。だからあれは、だって大田区の方でしょ、確か。違う、ね、ちょうどは、うん、甲州街道の周辺のがルートだったから。あ、そうだね、だってルート20だもんね。ね、うん、そう。こうやってスペクターの鏡さんとこう対談するって言って、エビケンさんとしたらどんな感想ですか。どんなんでもないよな。よく会うもん、恐縮しますね。よく言うよ。なんだって、ケイソ君はこういうスタイルだから、はい、ね、気さくで。そうそう、ほら、すごいフレンドリーにさ、はい、ね、我々年下のものもこうしてくれるでしょ、うん、だからこう、こっちもとっつきやすいっていうか、はい、うん、片見さんのスタイルはこう、どちらかというとその自分のチームのメンバーに対してこう厳しくするっていうよりは優しく仲良くやろうよと、うん、そんなスタイルなんですね、聞いてると、うん、あれだけの巨大チームをこう統制する中でこうなんか苦労とかなかったですか、その中で。いや、あるよ、やっぱりなぁ。やっぱこう、喧嘩したりとか。で、また、やれよ、俺がパクられると思ってるからさ。そうですよね。全部消しちゃって、頭に全部。だってね、あれだけいるから、どっかでさ、下の人たちがさ、ね、喧嘩したのまで把握できないもんね。結局、なんか結構まとめされてたもんね。で、狙われたけどさ、でも、やられてないよね。ね、田中さんとか岩崎さんからしても当時のスペクターの鏡慶三って言ったらスーパー有名人、スーパー有名人、不良の中の、うん、渡辺浩二に言われて、あの、そうだった浩二君、ゴリラの有名人だけど、もうね、浩二さんと鏡さんはこう親交があったんですけど、浩二君、はい、渡辺浩二さんは、あ、よく、うん、いたり、あ、そうなんです、あの、うん中野のガードの下に、はい、マッドなんて書いてパクられちゃって、コウジさん迫力あったね、コウジさんね。でもあっちがまるで一緒ですよね。ああ、クリソツ、ほんとクリソツですよ、言ってるな、なんか先週、あっちのほら、あのパーティー、あったの、おめで、あ、バーベキュー、うん、みーちゃんも元気ですか。あ、そう、みーちゃん、みーちゃんも来た、みーちゃんね、岩崎みーちゃん、マットの創始者、今度エビケンチャンネルにみーちゃんもゲスト、みーちゃんね、みーちゃんもう先行ってきてましたら喜んで出てくる、みーちゃんいいっすよ、うん、すごいいい人だし、うん、みーちゃんがマットに来いっつって最初まだ16、17、地元マットスペシャルだもんね、うん、ね、あの地元ね、うん、みんなマットとエンペラーの方がいたんだけど、うん、マットの方が特攻服が特攻服で、さすがにね、うん、敵の隊団ですからね、国防のだから、それでそれが欲しくてさ、自分のも小井さんから乗ってるんですよ、国防のな、だからガムテープ貼って、うん、隠して、うん、あれは結構走るやったよな、機動隊だから良かったっすね。靴もさ、なんか鉄板が入ってるの、安全靴も、ね、すごい、これで蹴ったら痛いだろうなと思うぐらいのいや、痛いだろうな、さみたいな、うん、B ちゃんと圭三君よりちょっと上でしょ、ね、うん、もうそっかも、懐かしいな。彼女すごく車やバイクが好きってことですけど、ここ最近の現代の旧車会とかああいうのはどういうふうにご覧になってますか。いや、俺も行くんだよ。あ、そうなんですね。あ、いい、そうなんですね。それは意外でした。うん、千葉行ったりな、はい、はい、はい、うん、
今のアイスゴックが派手な、昔のね、恐らくね、ちょっとこう、はい、親父であんなの乗ってんだよ、はい、綺麗にしてた、はいはい、うん、結構50代とかみんな結構好きですもんね、千葉のスペクターもやろうなんて、はい、朝、早いじゃない、はい、朝の母ちゃんに釣りに行ってくるっつって おにぎり作ってもらって、はい、乗用車で来るんだよ、はい、で車をそこに置いて、バイクはほら屋根付きの車庫借りて、母ちゃんに内緒で持ってんの、あバイクを、あそうなんですね、釣りに行ってくるっておにぎり見つかったら大変だよって、維持費かかりますね、今旧車あれ維持するの大変だもん、盗まれちゃうんですよね、そうすごく盗まれちゃうんで、もう本当ちゃんとしっかりガレージに入れとかないと、それがまず大事、もうそうですね、他の人中なんかみんなそう、まあ、何台かで、はい、家や倉庫みたいなとこ借りてさ、はい、そこすごいですね、みんなの、そうなんだ、それでもそのガレージの場所がバレるとガレージごと襲われちゃうらしいですからね、本当すごいですよね、